6月末の調整で、ノーマル天野正久の計略、盾先方の知力依存度が 0.8、1.2 になったよ。これは、英傑対戦トップクラスの数値。ノーマル役王聖剣と知力流派で知力を上げれば19カウント。薬王の計略が知力流派で37カウント続くから、効果中に2回落ち、打勢が可能。薬王は、地域3で、単体知力プラス5が長時間続く、三国志大戦の鎮球に似た性能。ただし、不平を持ってた鎮球たちない、特技は高揚。その分ステップ評価は低め。狙った待ちカードと思われてたけど、今回の盾先方の調整で可能性が生まれた1枚。尊敬の弓矢です。流派発動。死という言葉はない。一の方勝つ。流派発動。一の方関係ないけど刃好き。尊敬の弓矢です。悟りを焦っておられるようでは一層離れていきますよ。神宮島をなめんなよ。おのれ！尊敬の弓矢です。この時点で教えが残っとるから残り14カウントまで打勢が続くよ。流派発動。三の方我が忠義は揺るがぬ。この俺にという言葉はない。勝つ。
見事だ。尊敬の弓矢です。クズが尊敬の弓矢です。あれれうわクズが我が部には誰も至らぬ。戦機開放。戦に勝ちたくばこの名をたらに続け。戦機開放。殺してこい。クズが。やめろ。クズが。クズが。クソ野郎が。クズが。尊敬の弓矢です。それへしよってやれ。発動。見事だ。補佐しましょう。あとは頼みましたぞ。ご視聴ありがとうございました。今まで厳しい立場にいたカードに救済できる可能性が出たのは面白いね。